I'm Yuko Namiki. I'm an English teacher. How are you today? I hope you're doing well. Today, I'm going to talk about verbs. はい、サポート講師の Namiki Yuko です。本日の課外レッスンでは、動詞についてお話ししたいと思います。はい、ところで皆さん、早速なんですが、ちょっとクイズです。文法用語で動詞といえば何々動詞、文法書を開くと、結構出てくるんですが、動詞といえばどんな動詞を思い浮かべますか？そうですね、まずは be 動詞ですかね。もうこれ中学1年生で一番最初にやりますよね。 I am、 am とかAre とかですね。Are, is なんでありますね。そして、be 動詞とくれば、あと何動詞があるでしょうか。うん、そうですね。一般動詞。もうこれたくさんありますよね。一般動詞。get, make, play, do.もう無数にもうたくさんあります。そしてあと、3番目によく聞く動詞、そうですね、何だろう、何だと思いますか？あ、そうですね、自動詞とか、あと他動詞とか聞いたことありますかね。あと使役動詞っていうのどうでしょうか。使役動詞っていうのは人に何々させる、ですね、make とか get とか have とか、いくつかあります。そしてもうさらにちょっとマイナーな動詞があるんですね。あんまり聞いたことないかもしれないです。それはですね、駆動詞ですね。漢字合ってる、合ってる合ってる、はい、駆動詞って聞いて実はピンとくる方がすごく少ないです。講師生活していて駆動詞って言われるとちょっと目がん、ん？っていう感じで、反応が返ってくるので、 あんまりピンときてないんだなっていうのをすごく肌で感じます。ですが駆動詞とってもマイナーなんですが、私ですね、もう駆動詞はですね、一般動詞、あ、 B 動詞、一般動詞、まずここに駆動詞で使用頻度で言ったらここ全部1位ですね。1位、非常に重要です。駆動詞。で、駆動詞って一体何っていうところ気になりますよね。そうなんです。文法用語で駆動詞ってピンとこない方多いんですけど、でも形を見れば、あーっていうの、気づくはずです。例えば、基本動詞プラス前置詞なので、look に for、 これ前置詞ですね、はい、基本動詞とか、get に up とか、 go に off とか、あと前置詞たくさんありますね。 with などなど、 with とか at とか、オフ、オン、イン、イントゥ、たくさんありますね。で、その、前置詞と基本動詞です。簡単な動詞、中学校1年生で習う簡単な動詞プラス前置詞、アップとかフォーとかの組み合わさったものが駆動詞って、言われる動詞です。
部類です。で、もうとてもとても会話で頻繁に使われます。でですね、私は大学生の時に、留学していたんですが、なんかこう自分の話している英語がちょっとこうネイティブとは違う、これなんだろうって原因を探っていった時に、私の英語はもういかにも日本で教科書で勉強しましたっていうちょっと硬い表現なんですね。はい。で、硬い表現、例えば入学する、大学に入学するっていう時、エンターっていう言葉を、使ってました。エンターです。皆さんも入学といえばエンターって思い浮かびますよね。うん。ですが、こうネイティブであったり英語が流暢な方は、エンターももちろん使うんですけど、もう一つカジュアルな表現っていうんですかね、別の表現を使っていて、でちょっとこう聞いてみたんですね。入学ってエンター以外に使っている、他に簡単な表現で使ってるって聞いたら、こう答えたんです。ゲット何だと思いますか？前置詞イントゥだったんですね。 I got into an university という感じでですね、 get into っていう言葉を使うよっていうふうに教えてもらって、ちょっともすごい衝撃を受けたんですね。でですね、私の英語この部分駆動詞が全然足りてないって気づいたんです。で、周りを見渡すと、もう駆動詞だらけで喋ってるんですね。ネイティブっていうとすいません、語弊があります。ネイティブだけが使う特別な表現では全然ありません。もう英語を語学として勉強するのであれば、 B 動詞、一般動詞、駆動詞、これも最初から駆動詞も視野に入れてしっかりと勉強しないといけない動詞です。で、私は当時じゃじゃん、phrasal verb っていうんですね、駆動詞のこと英語で、これをですね、こんな分厚い本を大学生の時一生懸命やりました。たくさんいっぱいメモがしてあるんですが、この本はですね、挿絵もなく、ひたすら、get into は何々、go off は何々っていう感じで、ひたすら説明が書いてある文、本で、ちょっと大変だったんですけど、これを半年1年ぐらいかけてやり終わった後、ちょっとこう世界が変わったんですね。私のもうすっごく英語が、特に会話ができるようになったんですね。生き生きとできるようになったんです。ですので、私のこの発音、失礼いたしました、動画の課外レッスンでは駆動詞をメインに、お伝えしようかと思っています。はい。次回からですね、go にどの前置詞つけようかなって今考えてるんですけど、go を、go って聞いたら多分皆さんもうどこどこに行くしか想像つかない方がほとんどです。そうじゃありません。 go プラス、off とか with とか前置詞をつけると、もう様々な意味に広がって、もう一気に表現力が、増えます。はい。そうするともう会話することすっごく楽しくなります。で、私がそうだったんですが、もう映画ドラマ、あとのペーパーバッグの英語の本もすごく読めるようになって、分かるようになって、とても世界が変わりました。はい。では、次回ですね、 GO を、 GO の駆動詞を見ていきましょう。Okay, see you. Have a good day. Bye.